クレマン・アデール・クレマン・ワニエス・アデールは、フランスの発明家、オート・イコール・ガローンヌ県、ミュレ生まれ、19世紀末に蒸気機関を積んだ飛行機、エオールとアビオンを製作。これらは、エンジンは優秀であったが、わずかな浮上にしか成功しなかった。アデールは、電気工学と機械工学においていくつもの新領域を刷新した。彼は元来は、 電気工学を専門としていた人物で、1878年には電話を改良している。彼はベルの電話を宣伝し、1880年にはパリで最初の電話網を作り上げた。1881年、テアトルフォーンを発明。これはオペラの音声を配信するシステムで、2つの電話回路により史上初のステレオ放送を実現していた。 1903年にはパリマドリットラリー向けに V 型8気筒エンジンを公案3内4機を製作するが販売はならなかった。特許出願書の図版におけるエオールゴー電気工学分野での活動の後、アデールは重航空機による飛行という問題に転向した。そして死ぬまで多くの時間と金銭をこの問題に費やした。 鳥の飛行を研究したルイピエールムイアールの知見を元にアデールは1886年に彼としては最初の飛行機械エオール号を製作した。エオールはコウモリのような格好をした単容機で4機筒、20馬力の蒸気機関で4枚輪のプロペラを駆動した。機関はアデール自身の発明品で出力1馬力あたりに対する重量は7ポンドという 極めて軽量なものであった。主翼は翼腹14ヤードで変形するシステムを備えていた。総重量は650ポンドであった。1890年10月9日、アデールはエオールで飛行を試み、約20センチメートルの高度で、約50メートルの距離を飛んだ。これはライト兄弟のライトフライヤー号に先立つこと13年、史上初の 補助なしの動力離陸であったが、偶発的なもので、操縦も不能であった。なおエイルは、風神、アイオロスのフランス語系。その後アデールは、アビオン2号という飛行機の製作に着手した。多くの資料は、その作業が完遂されず次期アビオン3号の製作のために放棄された、という説をとっている。ただし、後年、アデールは、 自分が1892年8月にサトリでアビオン2号によって200ヤードの飛行をしていたと主張した。アビオン3、アデールの研究成果は陸軍省長官シャルル・ド・フレシネの興味を引いた。フランス陸軍省の支援を受け、アデールはアビオン3号を開発した。それはリンネル時でできた巨大なコウモリのような機体で、翼幅は16ヤード。 4枚岩の牽引式プロペラ2つを30馬力の蒸気機関2つで駆動した。地上滑走テストを十分に行った後、アデールは悟りで飛行を試みた。目撃者の中には、アビオンが前進し、空に向けて飛び立ち、そして300ヤード以上飛行したと断言する者もいる一方、アビオン3号は離陸すらしないうちに壊れたと断言する者もいる。いずれにせよ、 軍はこの試験に失望して資金援助を打ち切った。ライト兄弟が飛行を成し遂げた後、フランス政府はアデールの飛行に関する情報を成功していたものとして公開した。なお、飛行機を意味するフランス語アビオンは彼の試作機に由来する。L ・アビエーション・ミリテールはクレマン・アデールが1909年にパリの出版社ベルガー・レベロウルトから刊行した書籍である。 この本はデールが19世紀の末に暗室し1907年までかけて改良を重ねた考えに基づいている。非常な人気を得た本で観光から第一次世界大戦までの5年の間に10の番を重ねた。航空母艦のコンセプトを示し注目を集めた。アメリカが艦上から飛行機を離陸させることに成功したのはパリの大使館付き海軍部官が本国に L. アビエーションミリテールの報告を送った一年後のことであった。2003年にはミリタリーアビエーションの代で英訳がなされている。アビオン3号すべてを放棄して公衆の前から消えた航空の父の晩年は不明瞭である。彼のアビオンは現在に至るまでパリ工芸博物館に展示されている。フランス以外の航空史研究者には アデールの飛行がすべて墜落で終わったとして、またアデールが晩年に自分の成果を誇張したとして、航空士における彼の高評価に異議を唱える者も,もいる。しかしながら、エオールによる1890年10月9日の飛行に関しては、比較的反論が少なく、アデールは今なおその業績で評価されている。1938年、フランスは、 アデールの名誉を称える切手を発行している。またトゥールーズに集まるエアバスの一機に彼の名が冠されている。ジョーガの GN カーズアーリーヴィンテージ1886から1930エビ。 パイオニア航空物語 p 三十六 h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.sandcastlevi.com スラッシュ C スラッシュ CARIER スラッシュ CVCHAP1B.htm ありがとうございます。